今日3時から尾長さんが記者会見するそうですよ。あなたたちの向いてる向きは違う。海保も機動隊も県警も国民のために仕事してください。国民が嫌って言ってんだからさ、それに従うのがあなたたちの仕事じゃないの。安倍のためにあなたたちいるわけじゃないよ。